こんばんは、渡辺かりんです、奥女大学、セクシャリティ講座、16日にやったので、あれから今日で4日経ちます。あ、みさじょうさんありがとうございます。見てくださって、あれから4日経ってようやく今日録画を、こんばんは、録画を見ました。もう夢中で喋ってたので、なんかで終わった後、あ、もう終わっちゃったのかって感じだったので、一体何喋ったか、なんか肝心なこと言ってなかったんじゃないかなとか思ったら、なんかね、録画を見るのが恐ろしくって、見てなかったんですけど、あ、でもやっぱりね、何喋ったか確認のために今日ようやく見ました。みさじょうさんもご覧になりました？いかがでしたか？まあね、性のことって一人一人状態というかね、違うので、役に立った人もいれば、もうあんなこと全部知ってるよっていう人もいるでしょうし、もっとその先を行っちゃってる、まだまだ若いなとか思ってる方もいらっしゃるでしょうし、まあね、千差万別で、でも公開しないからお互いにあんまり見せ合わない世界なので、そこにいろんな謎とか誤解とかいろんなものがあるんですね。そう、比べる人と比べないからマイペースで進められる反面、世の中に蔓延する情報に騙されて、あ、知らないことが多くてもっとじっくり見たいなと思いました。あ、よかった、みさじょうさんコメントありがとうございます。あ、そうですか、知らないことが多かったということは役に立ったということで、私も教授といたしましては役立ててよかったなと、嬉しいです。もっともっといろんなことがあるんですけどね、2時間半っていう限られた時間ですので、もう集約して大事なことだけ言いまして、さすがね、もうさや学長、今日録画見て改めてさや学長素晴らしいなって思いました。本当にポイントをちゃんと掴んで大事なことを念を押してまとめて、さすが先輩と思いましたね。子宮メソッド、根底にあるのは個人と講座の考えだなと。個人と講座を私もね、2日後に受講して分かりました。本当に個人と講座っていうのが、ミミさんありがとうございます。かりんさんのお話が聞けてよかったです。まだまだパートナーシップ希望が持てると思いました。ありがとうございます。パートナーシップはですね、諦めなければどんどん進んでいくんですよ。多くはですね、ゼミでもお話ししましたけど、なんかやっぱり私もそうだったんですけど、自分が被害者っていう気持ちにね、なりがちなんですよね。原因は相手にあるとかね、原因は相手にあって、自分に非があるっていう視点がね、 あまりないんですよね。っていうかね、なんか鏡、この世界もです、鏡があるから自分の姿見えますけど、しょっちゅうね、手鏡持って生活してないんですよね。手鏡持っていつでも自分の顔をチェックするだけでなく、自分の行動を鏡見てチェックしながら日々過ごすってことあんまりなくって、でもそれは実は鏡っていうのは周りの反応だったりするんですね。周りがリアクションに自分の姿が映ってるんだけども、性の場面でも相手のリアクションに自分の行動が映されてるっていうことを捉えずに、
もうその行動がもう相手から 100% 出たことだと思っちゃって、相手が悪いと思っちゃうんですね。っていうか、ね、私がそうでした。ね、全部相手が悪いと、相手が昭和の男だからいけないとか、アダルトビデオに毒されてるからいけないとか、早く目覚めてほしいとか、なんかね、相手にばっか求めてるっていうかね、求めてるっていうかね、求めてました。そうそう、もうね、告白します。我が身のことを振り返ずに、あ、かりんさんこんばんは、みほさんありがとうございます、見てくださって。みほ、はい、さんも奥女大学セクシャリティ講座もうご覧いただきましたか、いかがでしたか。みほさんもね、いろいろ探求されてるから、もう全部分かってることだとかね、思われる感じのところもあったかもしれませんけど、なんかね、ちょこっとでもお役に立てた情報がね、入ってるとよかった、いいなと思っております、ね。美穂さんもだんだん2月 の、 博多の奥女マルシェで初めて出会いまして、その時から桜姫ショーズ の、 バラの奥女っていう真っ赤な桜姫ショーズを、ね、勇気を持ってお買い物を求めくださってから、なんかどんどんなんかすごく鮮やかに進化されてますよね。そう、あ、見ました、見ながらつぼみんつけてつぼみんを再開するきっかけになりました、 ありがとうございます。つぼみんってね、よくね、中断してそのままっていう人結構いらっしゃるんですよ。ずっと使い続けてると効果あるんですけど、やっぱり地味な作業なので、まあ、これぐらいいいかなとか思ってね、パスしてちょっとね、タンスにしまって、肥やしになってずっと月日が経つってことはありがちなんですね。ですからね、時々私が督促しするといいみたいですね。地図ってね、本当にもうリアルタイムの努力が現れるんですね。ですからつぼみんをつけ始めて、どんどん地図が柔らかくほぐれていくなと思って、それで、あ、もう ここまで育ったら大丈夫だと思いきや、そこでやめると恐ろしいことにどんどん退化していくんですね。逆戻りしちゃうんですよ。普通に筋肉をつけるトレーニングもそうなんですけど、特に膣っててきめんなんですね。あ、美穂さん嬉しいです、かりんさんありがとうございます。地味な作業ですが、つけた日とつけなかった日で感度が変わりますね。そうなんですよ。つぼみに使っていらっしゃる方も、つけた日はそのパートナーの方が、あ、つぼみ使ってるねって分かるんですって。でもって、結構そう、よもぎ蒸しをやったり、姿勢を気をつけたり、ちゃんとセックスレスじゃなくて、ちゃんとコンスタントにセックスして、膣の状態が良くて自立してる人でも、つぼみんを使って2、3日経っただけで、中の状態がちょっと変わって、自分も気持ちいいし、お相手も、あ、なんか違うっていうこと気づくそうです。あ、これね、昨日の配信聞いてらっしゃった方、聞かれたと思います。ね、本人に許可取ってもらってないので、どなたがこれをおっしゃってたかっていうこと、今言うのを控えますけども、そうなんですよ。ですからね、さえちゃんもさえちゃんもつぼみにつけようかなって言ってらして、で、私その場にいたから、いや、さえちゃんはマスターだから、もう今更つぼみにつけなくても必要ないですよって言ったけど、でもコンスタントに
パートナーとまぐわいしてて、でもってよもぎ蒸しもやって、おまた回路もやって骨盤立てるっていうことを気をつけていらっしゃる方でも、つぼみに使ったら 2,3 日で、3日も経ってないかな、 2,3 日で状態が変わったっていうお話を聞いたので、さえちゃんにも勧めてみます。さえちゃんももしかしてもうすでにマスターなんですけどもね、その子宮メソッドの創始者ですから、もうとても初いい状態に管理なされて、管理というかね、いい状態にいつもキープされてると思いますけど、もしかしたら違いがあるかもしれないから、ちょっとね今度おすすめしてみようかなと思ってます。あ、そうそう、なんかコメント、あ、美穂さんコメントをくださった、読ませてもらいますね。かりんさんの講義本当に良かったです。わー、ありがとうございます。私の彼の性器の大きさに満足いってなくって、気持ち良い間具合ができていないことを彼のせいにしていましたが、私も迎えられる膣になってなかったって痛かったです。あ、彼を迎えられる膣になっていなかったっていうことが痛かったです。迎えられる膣になって彼と最高の間具合ができるようにしたいと思います。素晴らしい決意ですね、美穂さん。さすが美穂さん、こうやってねすぐと感じて取り入れてアクションしようっていう、それがね大事なんです。その心構えさえあったらもうどんな幸せも手に入れられます。大体さえちゃんのファンって素直な方が多いんですよね。一番向き合いたくない性のことについて勇気を持って向き合うし、いいと思ったことはどんどんやってみないとわからないということでどんどん取り入れてくださるんですね。だからさえちゃんのファンってなんかね柔らかくて可愛い人多いんですよね、うん、そうなんです。この前の奥女大学の第3次元のセクシャリティ講座、私が教授させてもらった講座でもねちょっとお話ししたんですけど、膣の状態ってね変わるんですよ。そう、相手のさえちゃんも言ってたけど、もう相性っていうのはないんですね。もう女性の膣はですね育っていれば相手の形状にもう寄り添って、アメーバーがねその相手に向かってピチッと隙間なくピタッとくっついちゃうような、そんな感じなんですよ。相手が短くても相手のこと好きで気分が盛り上がってれば、奥の方からお迎えにずっと子宮口ってねお出ましになってピタッとくっついて吸い上げる吸引力が発揮されるんですね。それがね吸引する実マイナス極、素晴らしいマイナス極の役割をする大人の膣ですね、の成熟する膣ってですかね。あ、またコメントくださってありがとうございます。ちゃんのノート、あ、A ちゃんノートさん、講義で穏やかで気品あるかりんさんが、まあ、ありがとうございます。穏やかで気品ありますか、ありがとうございます。分かりやすく優しく性のことを教えてくださったことで性の肯定感がやっと生まれて本当に癒されました。よかったですね、おめでとうございます。もっと前に出会いたかったし、学校の保健の授業でかりんさんの動画流してほしいです。本当にありがとう。あ、嬉しいですね、ありがとうございます。そうなんですね、こういうことね早く知りたいですよね。昔の男の子女の子少女に少年たちは早くからベテランの方から教わるんですね。それも教育として教わるんですよ。なんかね性的ないたずらをされるっていう形で教わるんじゃなくって、もう大事なことだからちゃんと
やり方、お作法を教わるんですね。今はですね、そういう風習はなくなりました。今突然そんなの現れたらね、それこそなんか性犯罪をなんか理由つけてやるだのなんだの、あのうまくもうね、批判とか豪語出るし、それをちゃんとやれる人っていうのもね、なかなか人選するの難しいし、もうそういうコミュニティが崩れちゃってるから難しいんですよ。昔は村っていうコミュニティがあって、生まれた時からだいたいその村にいて、毎年お祭りであのみんなが集まるし、田植えとか稲刈りなんかでみんながその村の人順番に誰かの田畑にお手伝いに行ってっていう共同作業をやってた中での性教育を責任持ってこれからの子たちに伝えるっていう、そういうコミュニティがあったから自然と伝承されてったんですけど、今そういうのないですからね。いやでも本当に分かりやすくあの受け取ってもらえてよかったです。これね大事ですからね、本当にね、あのプラス極とマイナス極がピタッとくっつくような間具合っていうのは、これね人類の権利だと思うんですよね。特にあの大いなるワスル文化、大和の国、私たち日本で育った人たちは DNA にあの刻まれてるはずなんですよ。でももうこの2000年3000年近くこの歴史の中で閉ざされてしまってるんですね。あ、美穂さんありがとうございます。読ませてもらいますね。気品あるかりんさんが時々言われる毒舌さも大好きです。講義聞いて泣いたり笑ったりしていました。あら、あの私毒舌吐いたかな。もう全然意識してないもんですから毒舌の自覚が全然ないんですけど、あのでも笑ってもらえて嬉しいですね。私の声ね、なんか人を眠くさせるもんですからね、時々ね笑い売れないといけないなと思ったけど、この前本当に真面目にしゃべりすぎて笑いがなかったかなってね、あの反省といえばね、あの笑いを取る場面を入れてなかったっていうのがね、それがね私の反省だったんですけど、あの、まあ、勝手になんかツボを、笑いのツボを拾って笑ってくださったのは嬉しいですね。まあ、それもね、あの美穂さんが自立してらっしゃるから、あの笑えるんだと思います。あのそう、真剣にゼミだから聞かなくちゃいけないとかねばならないとかいう感じでね、あの自分をあのキューって押し込めて、あの笑う自由も与えずにあの2時間半過ごすっていうのはねきついでしょうからね、うん、ちゃんと自分で笑ってくださってよかったです。あのそうなんですよね、大事なことなんで、もうみんなの権利なんですよね。あのプラス極とマイナス極がピタッとくっついて、本当永遠の絆を感じる大和の幕へ、これね、あのやりましょうって言ってもね、あの密室でやることだから、あの手取り足取り他人を指導する人をね、他人に入れるっていうのがね、あ、その寝室に入れるってことできないですもんね。あ、美穂さん笑ってました。ぐさっとなるのに本当にそうすぎて、ぐさっとなりすぎて笑ってしまいます。そうですか、そうですよね、ぐさっとなりすぎたらもう笑うしかないですね。笑うってお祓いですからね、ぐさっとなってあの怖いっていうのを笑ってお祓いして、でやるべきことをやるように切り替えていけばいいんですよ。もうどんどんぐさっと刺さって、もう究極のところまであの落ち込んで笑ってお祓いして新たな一歩を踏み出すってこと、あの各自やってくださいね。あ、そうそう、各自やってくださいねって言っても、あの私もねそうだったんです。私独学でやったから、独学って言ってもいろんなワークショップ受けたり、いろんな性的なことの学びの体験とか行って、あのあ、あ、は、はら、腹
ハラハラさん、読ませていただきますね。妊娠になってやりづらくなったことで夫にばかり要求していたこと、かりんさんのお話を聞いて気づけました。私の体の状態、私の問題でした。ああそうですか。あと気づいてくださってよかったです。でも妊娠中ですからね、特別な体の状態なのでできないこともありますのでね、妊娠中は無理しない方がいいですよ。お医者さんと相談したり、助産師さんと相談したりしてね、そう、確かね、妊娠中やりづらいですけど、でも妊娠中でもね、妊娠中夫はね、妊娠中にやると自分の男性器が子宮の中の胎児の頭をコツコツ叩いて、頭が変形した子が生まれてくるんじゃないかとか言って、あんまり妊娠中はやらない方がいいんじゃないかとか言ってましたけど、案じて控えてましたけど、いやそんなことないみたいですよね。妊娠中も間具合した方が夫婦の絆を中の子も感じていいと思いますが、でもあんまりね、妊娠の直前になってなったら、妊娠の直前、切迫早産とかそんな感じの状態だったら、そんなにね無理してやらない方がいいですよ。でもね、お産の直前とかね、お産の直前とかはなんかね、迎え棒とか言うらしいですね。早くもう何週も安全に生まれてくる週まで育ったら、でもって予定日よりも過ぎそうだったりとかすると、またそれも辛くなるから、ちょうどいい時期にね、まぐわってお迎えするとかね、そういうのもありますね。うちもね、娘が出産の時、助産師さんがもうすぐ来るっていう時に、産気づいて、でもまだなかなか子宮口が大きく開かないっていう時にね、じゃあやっちゃったらとか言ってね、そそのかすっていうかね、応援するってことはお話ししてました。あ、自宅出産だったんですよ。自宅出産だから別にね、自宅だからね、うちでやってもいいんですよ。自宅出産ってね、皆さん条件が整えばすごくおすすめします。自宅でね、うち和室があって、仏壇の間があって、その隣も畳だったんですけど、その仏壇の隣の部屋がお産部屋になって、助産師さんに来てもらって、それで陣痛が来て、もう産む直前だったらそこで産むっていう風ですけど、ウイさんの時はなかなかね、産道が子宮口が開かなかったから、だから自宅分娩だから、自宅のお風呂にね、入って温まるということをしたんです。でそれもね、助産師さんのおすすめもあってね、もう夫婦で入りなさいよってね、2人で産む直前にお風呂に2人で入って、体を温めて、で旦那さんがいるからリラックスできるからね、一緒にお風呂入って体温めて子宮口が開くようにっていうふうに、一番上の子のお産の時は2回入ったかな、出産前に。で2回入ったらなんかだんだん胎児が降りてきて子宮口が開いて、それでお産が無事できたって感じでした。でもって私がね、ビデオを構えてね、娘の膣口から赤ちゃんがツルツルってね、頭が出てきて、それから降りてくるっていうところ、ビデオで撮りました。でもってあらかじめ助産師さんにね、うちの娘に生まれたすぐもう新鮮な胎盤をすぐね、食べさせてほしいって依頼してあったんですね。ですから赤ちゃんが出てきた後、その胎盤が出てきて、それをね、助産師がチョキチョキって切って、もう
すっごく新鮮な胎盤を娘の口の中に入れてもらったんですね。でもって、もう私も夢だったんですけど、胎盤食べたいって。私が出産した時は病院の、出産で、それで胎盤を食べると栄養になるという情報を知らなかったんですね。だからもう全部病院の、流れにのっとって、胎盤、自分の胎盤も見ずに、もう医療廃棄物として扱われて、さよならってなっちゃったんです。あ、美穂さんだ。私も胎盤食べたいです。ちょっと怖いけど胎盤を食べるのおすすめしますよ。すっごくね、パワーフードです。もうこの世の中の一番のパワーフードですよ。あ、胎盤は生でそのまま食べるんですか。はい、そうです。鮮度がいいのはそのまま食べるんです。あ、ハラハラさん、胎盤食べると知りませんでした。あの、哺乳類はみんな胎盤食べるんですよ。あの、サバンナでね、あの、出産するシマウマとかなんかですとね、あの、赤ちゃんを産むでしょ。それで胎盤も出てくるでしょ。で、その胎盤全部ツルツルって食べちゃうんですよ。そうすると元気がみなぎって、もうお産したばっかりなのに、そこにライオンが襲って近づいてくると、もうね、お産したばっかりなのに赤ちゃんをひょっとひょいと、あの、加えてタタタって速やかに走って逃げていくんですよ。あ、美穂さんな、あ、だから動物は産後の回復が早いんですよね。そうなんです。あの、産後の動物はですね、胎盤をペロリと全部平らげるから、パワーフード余すところなく全部体の栄養にしちゃうんですよ。あ、あ、マイナさん、そういう知識知ってからお産したかった。そうですよね、私知らなかったんですよ。そんなこと産院教えてくれないんですもの。そうなんですよね、産院もあの、胎盤なんか医療の研究かなんかに、研究所かとかにね、流してるのかな、あの、どうしてるのかな。あ、これは推測だからね、あの、知らないですけどもね。そうなんですよ、私もね、そのそういうこと知ったのお産して10年経ってからだったんです。10年以上経ってからだったんですよ。もうそれ聞いてから、ああ、私はもう子供産まないし、もう2人産んでたもんですからね、子供産まないし、はあ、もう一生の不覚だと思ってね、本当にね、のた打ち回るぐらい後悔したんですよ。いや、そんなね、思うのね、貴重な栄養源をゴミみたいにね、医療廃棄物でほかってしまったんだって、もったいないと思って、あ、マナさん、胎盤をどこかに寄付します的な念書書いた記憶あります。あ、そうなんですか。あ、やっぱりあの、栄養満点で役に立つものだから、あの、どこかに寄付しますっていう、まあ、あの、無駄にはなってないわけですね、生かされてるわけですね。胎盤食べたいですって言ったけどできませんって言われました。そうなんですよ、これね、普通の病院じゃね、あの、聞いてくれないですよ。あ、でもね、あの、放送作家の鈴木治さんのブログにあったけど、あの、お産するにあたってのどんな希望がありますかっていうことをアンケートがあって、その時に胎盤食べたいっていう希望を書いたら、なんかそこはあの、叶えてくれる風に動いたんだったかな、まあ、なんかそんなこと、あの、ブログにありましたよ。あ、その後、あ、そのアンケートにそれは書いたけど、その、 あの、最終的なその胎盤食べてどうだったかとか、そういう記事までは私読んでないので、その後どうなったかは知らないですけどね。あ、美穂さん、プラセンタのサプリの講演会で胎盤の栄養の話を聞きました。美容にもすごく良いんですよね。そうなんですよ、普通に売ってるプラセンタ、普通に売ってるっていうか、なんか割と入手するしやすいっていうかね、なんか美容の治療で使われてるものか知らないけど、なんか豚のプラセンタを使うとか、あの、なんか動物のプラセンタを使うとか、そういうの聞いたことありますけど、
でも人間にはやっぱり人間の胎盤の方が一番いいんじゃないかな。あ、バースプランで胎盤食べたいことを伝えてみようと思います。知れてよかった。これね、あらかじめ病院選んどいた方がいいですよ。バースプランで胎盤食べたいというその項目叶えてくれるかどうかは聞いた方が、あ、調べてから病院選んだ方がいいですよ、うん、そう。あ、美穂さんも、私も胎盤食べる病院で出産したい。私もね、あの、自分の時が知らずに産んじゃったから、娘のお産の時にはね、ちょうど娘のお産の時希望してた病院がもういっぱいで産めなかったんですね。それで、あの、別の産院探したら、そこね、遠因切開するって言うんですよ。もうあらかじめもう赤ちゃんが産まれてくる切り口を、あの、入り口をハサミでチョキッと切って、それから産んで、で、産んだ後に縫合しますっていう、そういう手順だってことを聞いて、で、私それはおすすめ娘に やらせたくなかったんですよ。私もそれ病院だから、普通に、もう私の産んだ病院は、まあ、本当に普通の病院だったから、あの、切って縫合するっていう風で、それで切らなくてもいいように指導するとかね、エインマッサージするとか、そういう指導全然ないところだったから、もう普通にチョキンと切って出して、あの、もうお医者さんはその手順がね、慣れてるしいいみたいだったから、そうだったので、あの、まあ、娘にはそういうことを経験させたくないなと思ったんですね。でね、あの、結局産む病院、おすすめの病院がなくなっちゃって、で、そこで、あの、私の知り合い、あ、ちょうどね、子宮院長はるちゃんをお家に呼んだ、あの、お友達がいたんですね。まだね、私、子宮院長はるちゃんの存在を知らない時に、はるちゃんを自宅に呼んで、あの、ジェムリンガの説明会みたいなことを主催してた友達がいて、その子が先輩だったんですね。その子が、あの、自宅出産をしたら、もうね、過去に2人は病院で産んだけど、3人目は自宅出産したらすっごく楽でしたよっていうお話を私にしてくれてたことあったので、その人をね、その、あの、助産師さん紹介してほしいって言って、で、紹介してもらって、それでその助産師さんに来てもらったから胎盤が食べれたんです。あの、私に紹介してくれた彼女も胎盤食べたって言ってました。でも、もうそのお産でわーってなってる時だったから、胎盤食べた記憶とか、胎盤食べてどうだったかとか、味がどうだったかとか、そういう記憶がね、全然なかったって言ってました。だからね、あの、うちの子が産んだ時にその子にね、連絡して、あの、出産、そのね、紹介してくれた助産師さんに来てもらって無事生まれたよって連絡したら、もうね、あの、お子さん4人連れてみんなでね、あの、うちの娘の胎盤の試食をしていって、とっても鮮度のいい美味しい胎盤だったんですね。娘もね、最初のお産だったから、食べるものとかね、シャンプーも、あの、シャンプー、界面活性剤付きのシャンプー使わずに、私が勧めたお塩で頭洗ってたんだよ。お塩で頭洗って、添加物の入っているものはなるべく食べないようにしてたから、すっごく美味しい胎盤だったから、そのね、あの、一緒についてきた4人のお子さんみんながね、おかわりおかわりって何回でもおかわりして食べました。で、私も食べたんですけどね、もうね、なんかその胎盤の胎盤食べたら浄化がすごくって、すごすぎてね、頭痛とめまいはなかったかな、頭痛でね、3日間ヘロヘロでした。でも浄化が終わった3日間を過ぎたら、もうね、元気がみなぎって、あの、1ヶ月の間毎日3食娘のお世話ができましたよ。あ、美穂さん、帝王切開でも胎盤は食べれるんですか？胎盤はね、存在するしますけど、帝王切開っていうと助産師さんは帝王切開しないですね。助産師さんもしないから病院でのことになります。病院での出産ですとね、本当にあらかじめバースプランで、あの、胎盤食べたいっていう願いを叶えてくれる病院だったら、帝王切開の時にそれ叶え
てくれるかどうか分かんないので、それも聞いてみるといいです。仮に帝王切開になってしまった場合でも胎盤食べたいんですけど応じてくれますかっていうこと、うん、そうそう、胎盤の浄化力すごいんですよ。3日間もフラフラで、もう頭ガンガンだったんで、頭ガンガンだったんですけども、もう這いつくばってでもね、娘の3食栄養あるもの作らないといけないと思ってね、根菜類の煮物とか、低カロリーで高タンパクのものを3食用意しました。でその3日間浄化の3日間過ぎたらもう元気バリバリで、3日間、1日3食の食事の用意、それから娘の産後の娘のお世話とかね、まあいろいろバリバリできましたよ、集中して、うん、で他のもう下の娘にも生の胎盤食べさせましたけどね、便秘が治ったって言ってました。娘は下の娘はお勤めでもう毎日ストレスの強い激しい職場にいて便秘になりがちだったんですね。でも胎盤食べたらもうスルッと出まして、で夫も、消化が良くなったって言ったかな。そうなんです、せっかくの機会だから胎盤をみんなに食べさせたんですよ無理にっていうかね、夫も娘の旦那さんの婿も、いや胎盤はいいですとかね言って、私は胎盤食べなくてもいいですって最初言ってたんですけど、もうどさくさに紛れて胎盤洗って細かく切って、で臭みがあるからね、わさび醤油、娘は助産師さんが産んだばっかりの娘の口に入れたのはもうそのままだったんですけど、周りのね、私たち夫や娘、私や婿や娘、下の娘なんかはやっぱりね、当事者じゃないから生臭さって気になるでしょうから、わさび醤油つけて、わさび醤油つけたのは口の中にポン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 、みんなの口の中にどさくさに紛れて放り込んで食べさせました。あとね、まあ一部ですけどね、全部じゃないですけどね、一部ですけども、一部ですけど冷凍しといて、日が経ったのは冷凍しといて、それを解凍して、それはね生じゃ食べちゃいけないって言われてたから、スライスして、解凍して、自然解凍してスライスして焼肉にして、焼肉のタレをつけて食べました。美味しかったですよ。口直しにね、お皿に胎盤を焼いて焼肉のタレをつけたのと、口直しに普通の牛肉とかね、ホルモンとか普通のお肉もお皿に並べて口直し用に並べました。まあね、こういうことあんまり聞いたことない人、変わってるなとは思ってるかもしれませんけど、でもね、比べてみるとやっぱり生のと方がパワフルでしたね。焼いた胎盤はあんまりね、最初の生で食べたのが効果効能が強烈だったので、その後焼肉にして食べた胎盤は効果効能ってよくわかんないですね。美穂さん、ありがとうございます。私、体の問題で産むとしたら帝王切開の可能性が高いので、そこらも踏まえて先生にお願いしようと思います。そうなんです、そのね、現場で急に行ってももううちはそうじゃないですかね、もう知らん顔される可能性があるので、もうちゃんとそこはね、そこまで帝王切開の場合でも胎盤食べれるかっていう、あらかじめよく調べて病院を選んだ方がいいですよどさくさに紛れて面白いです。そうなんですよ、理性が働いてる男性脳の方たちがね、いやそんな野蛮な胎盤食べるなんてとんでもないって思うでしょうけど、でもせっかくの栄養素ですからね、そんなね、出産って人生にそんなないですよ。そんなにない出産でしか味わえないことをみすみす見送るなんてもったいなくないですか。
それも栄養いっぱいのものですよ。で、そう、うん、それでね、あの夫も元気だったし、婿さんもね、その後娘が産んだ時すぐ飛行機に乗って鹿児島に帰らないといけなかったから夜明けに産んだんですけど、もうね1時間ぐらいしか寝ずに早朝にタクシー乗って空港に向かって鹿児島に飛んできましたけど、で向こうに行ってから職場に復帰してハードなスケジュールしましたけど、ね全然大丈夫だったよ。そうです、エネルギーみなぎってたから、そんなハードなスケジュールも無事にこなしてまた帰ってきましたよ。そう、それそう、そして4人の子供を連れて、自分も産んだ時は胎盤食べたけど、もうてんやわんやだったから食べた記憶があんまりないとかいう、私のお友達もですね、胎盤食べたらその翌日すごいハードなスケジュールだったんですけど、もうハードでもね全然へたれずに元気にこなせましたって言ってました。それだけね、それだけパワフルなんですね胎盤って。他の人も敏感な方は食べたら途端に毛穴からわーっと湧いてくるような感じで、よかった、パワフルに、なんかスーパーサイヤ人になったような感じに、エネルギーはわーっと上がってき高まったって感じだったっていう人もいるし、ワンちゃんに食べさせたら興奮しては走り回ったっていう人もいたかな。なんかそれでお土産に持って帰りたいっていう人がいたからね、スライスしたのは少しお裾分けしたりとかありましたよ。そう、アメリカでもセレブの間では出産したら胎盤パーティーをするとかで、誕生の喜びを胎盤を焼いてみんなに振る舞って喜びをみんなでシェアするとか、あとなんか中国とか台湾の方だったかな、普通に胎盤生まれたら胎盤を食堂に持ってって、これ調理してくださいって言って、で調理して食べるとか、あとね私名古屋市に住んでるんですけど、弟のお嫁さんが名古屋市の近郊の市なんですけど、そこのねお母さんが、いや昔もこの地域は普通に胎盤食べてたよって言って、全然ね驚かなかったんですね。なんかお話が胎盤のことになっちゃいましたけども、そうなんですよ、ヤマトの生活ラボ、そうそう今募集してるんですよ。性のことってね、胎盤パーティー、そう、いいですよ、パワフルで、お福分けになりますからね。性のことは独学で取り組むと誤解が生まれたり、変に自分に罪悪感とかコンプレックス持っちゃうと、持たなくてもいい罪悪感にまみれて前に進めなかったりとかするんですけど、でもヤマトの生活ラボっていうのを私主催しておりまして、今度ね22日から始まるんですが、第1回目がですね、それですとね、みんなでまず個人カウンセ、まず22日の初日はグループでみんなでご挨拶するような感じなんですけど、その後個人コンサルをして、お一人お一人の問題点とか見つけて、それでちょっと宿題出させてもらって、でまた次はグループコンサルがあって、でまた個人コンサルがあってグループコンサルがあってって言って、で最後は3ヶ月後は2月26日日曜日なんですけど、ここの桜姫サロンで終了式パーティーっていうのをやります。でその後1ヶ月に1回ズームで近況報告し合って、終了したからって気を抜かないで、日々前進を目指すようにもう報告会を設ければ、みんなね意識が高まるんじゃないかなと思います。それで入会された方全員にヤマトのマグワイ縄文の英知の成功
成功って性行為の成功ですよ、成功っていうあの教材のビデオをね、あの見てもらいます。これあの単品でその教材のビデオだけこの前まであの販売してたんですね。でも動画を販売するだけじゃやっぱり皆さんね動かないみたいなんです。動画を見てもらって、それで逐一あのその人の状態とか進行状況を見てアドバイスしたり、みんなでこういう状況ですとかこういう疑問が生まれましたってことをシェアして歩むことで進めるんだなってことが分かったんですね。ですからまたあの大和の生活ラボっていうものを募集を再開しました。これでじっくりじっくり歩めば成功します。ただ前回で本人は努力したんだけどパートナーがねもう岩尾のように拒否した、もう男性版天の岩と開かないっていう方がね、そういうパートナーのところだけはあの間具合ができなかったんですけど、柔らかいパートナー、あの優しいパートナーとか、優しいパートナーだけどレスっていう方もいらっしゃったんですね。長年レスだっていう方もあのみんなの励ましとか他の人の頑張りを見て意を決して旦那さんにぶつかっていったりとか、あのそう報告をしないといけないと思うともう当たって砕くよっていう感じでトライができるんですね。だからそうやってトライされてあのできるようになったって、もう今はですね本当にあの協力し合って信頼感が高まるんですね。普段の信頼感が高まるんですよ。あの今まではどこかで裏表があっての会話だったのがもう裏表なくあの一つになる、信頼し合うっていうことができるようになるんですね。とかまあもともと間具合はしていたけどもなんか無言とかね、あのただ吐息行った時にあのフィニッシュで終わってはぁとかそんなようなリアクションが乏しいっていう人がね、ゼミでも言いましたけど好きだよってその最中に言うようになった、あのそれとかお相手がいなかった方はもうね理想通りの方が現れた、それでその方と良き間具合ができるようになったと。そんな感じでね皆さんそれぞれに進化してますので、やっぱりね個の力じゃなくってあの仲間の力っていうのがありますので、そういうものを活用して短期間ですけどね、一応3ヶ月っていうあのそういうきめ細かなあのサポートは3ヶ月っていう期限を設けるんですね。もうずっといつでもっていう思うと先延ばしにしちゃうから、まあ、3ヶ月でもう大和の間具合ができるようにっていう目標設定してやるんですよ。でそこで、まあ、できなくてもその後3ヶ月過ぎてもみんなとシェアするっていう予定があるとなんかね進めるんですね。やらないとと思ってねばならぬっていうそういう精神がそういう時に役に立つんですね。で見事にできるで、ね、これねやっぱり大和の間具合というねプラス極磁石のプラス極とマイナス極がピタッと隙間なくくっつくっていうそういう間具合は本当にあのすぐしてほしいですね。だって幸せになるんですよ。幸せの度合いが全然違うのですぐしてほしいから、もう私はねもうおせっかいおばさんですね。もう性のことなんかね人それぞれなんだからほっとけばいいものを、私はそこをねおせっかいしたいんですよ。だって本当に全然幸福度が違うし相手への愛情も違うし相手からの愛され方も違うから、なんかね先延ばしする時間だけ
もったいないんですよね。だからあの大和の生活ラボに入ることをお誘いしています。これあの金額がね一見高いかなとか思うけど、もっとね高額なセミナーっていっぱいあるんですよ。それを思うと安いかなって思うんですよ。だってあの3ヶ月プラス1年間でしょ。だから15ヶ月になるんですよ。15ヶ月をその最初に一括で支払っていただく費用であると月々、6000円ちょっとぐらいですし、またあの22日までに申し込んでいただきますと、税込み 16,280円のこの桜姫ショーツがあの1枚おまけでついてくるんですよ。この全部シルク の, あのとっても気持ちのいいショーツですね。つぼみんと一緒に使うととっても相性がよくって心地よくって、つぼみん効果が早く出るっていうこのショーツ16,280円のをプレゼントですから、でそれを差し引くと賞味あの月6000円満たない5000何百円っていう費用になるんですね。15ヶ月で割ると、ですからあの決して高くない、むしろ安いです。私は多くの人にこれできるようになってほしいなって思うんです、まあね、あの分割のことにも分割払いにもご相談には応じてますので、あの分割でもあのやってみたい始めてみたいという方ぜひあのお申し込みの時にメッセージ欄に分割希望で何回って書いてください。まあ、できたらね3回ぐらいに分割していただくといいかなと思うんですね。あんまり間延びしちゃうとね緊張感がなくなっちゃうんです。あの3ヶ月で払うと思うと、3ヶ月ってちょうどズームでグループコンサルとか個人コンサルをやる期間ですので、その期間のうちに支払い終えちゃうっていう風にした方が緊張感が高まるんですね。で今までの方拝見してるとやっぱり一括払いでお申し込みの方の方が達成してます。それだけ覚悟が決まってるからでしょうね。分割の方ですとちょっと達成率がって感じなんですよね。その方にもいろいろねあのいろいろご事情がありますから、あの分割には応じますのでご相談くださいね。とにかく私59歳で結婚34年目で希望通りのことができましたので、あの年齢じゃないですね。あの年齢じゃないし、私ゼミでも言ってましたけど、合体したのは夫としかが夫と経験したことしかないです。あのこういうことってねたくさんの人と経験積まないと到達しないんじゃないかと私は思ってたんですよ。だから私ダメだと、もう今世は諦めないといけないかなと思ってたんですよ。でも諦めずにいたらできましたので、っていう、あ、諦めずにいたらできましたのでって言っても、あの最大の勝因はですねこれです。つぼみんです。つぼみん作ってこれを使ったからできたんですね。これがなかったら私もともと面倒くさがり屋だからいろんなものがあるのかもしれないんですけども、面倒なことはできないんですね。あの面倒くさいメソッドで面倒なことほどしようとかいうのあるけど、この面倒くささはちょっと別物の面倒くさで、私にはできない面倒くさだったんですね。あのでもこのつぼみんだったら面倒じゃなくて普通に日常生活をしながら並行してできるんですよ。何かエクササイズの時間を
ベッド設けてトライするんじゃなくて、日常にお皿洗いするとか、まあ、散歩するとか、普通に階段登ったり降りたりするとか、普通に腰掛けてパソコン打ってるとか、普通に掃除したり動いたり歩いたりとか走ったりとか、それしながらつけてるだけで御実様が育つんです。こんな便利なもの他にないと思います。私この便利なグッズを作って使ってからもうすごく御実様が進化したんですね。あみほさんだ、挟まってる何とも言えない安心感があります。ありがとうございます。こういう声が多いんです。女性の体って地図でへっこんでるところにこのつぼみというものが入ることでへっこんだところに凸型のものが入るって、まるでまぐあいで合体しているような状況がつぼみんで再現されるんですね。でも膣の中に出るんじゃなくて外陰部の小陰唇に挟むだけなんです。小陰唇ってね、わからないっていう方が割といらっしゃるんですね。私もつぼみ作って説明するから小陰唇ってものを医学用語みたいな言葉使うんですけど、小陰唇はここですよ。これ女性器のモデルです。私の手作りのモデル、長襦袢で作の綺麗で作ったから麻の葉柄がついてますけど、このちょっとね黒ずんだメラニン色素が沈着してる様子を表現したので、こういう色を外部の外側、小陰唇の外側こういう色を使いました。でも中開くとこの粘膜でね綺麗なところを表現しました。で上からクリトリスに、それから尿道口、そして下の方に膣口ですね。そう、つぼみはですねこの膣口には入れないんですよ。膣口を入れちゃダメですよ。膣口につぼみの角が刺さるのもダメです。痛いから。尿道口に刺さっても、尿道口に刺さっても痛いし、膣口に刺さっても痛いですから、刺さらないようにこの尿道口と小膣口の並びに対して平行にこのつぼみんのね折り山を、これつぼみんの折り山を近づけていって、手前のところで止めて挟む、こんだけなんです。膣口の中には入れないんですけども、膣口の外側の小陰唇に挟むだけ、それで落とさないようにって意識するだけなんですよ。それだけでこのねへこんだ部分を、あ、ここですね、へこんだ部分をこの門の手前で、門の手前の小陰唇で挟むことでへこんだ部分が満たされるような安心感があるんですね。でもってこれをどんどん続けていくと、膣の奥の方の筋肉も育っていって、ただこれを落とさないようにって挟んで意識するだけで、もう膣の奥の方がキューッと締まっていって、その締まる感じが心地よさを感じるんですね。これは中行きの心地よさとつながっています。美穂さん、その色はメラニン色素の表現だったんですね。かりんさんのそういうセンスも面白くて好きです。ありがとうございます。そうなんですよ。だからね、この粘膜のね包皮をめくったところの露出するクリトリスはピンク色、この内側の粘膜もピンク色。これね、ふんどしパンツ入ってて血行を良くしてる人はここピンク色なんです。でもこのふんどしパンツがいいって言ってるのに、かたくなにここにピタッと密着するこのね自由な凹凸をピタッと潰してしまう、密着パンツを履いてる人は血行を悪くしちゃって
この外側の大陰唇も黒ずんでるし、この中も結構悪くって紫色っぽいような、なんかねちょっと怖い色になってます。まあね、ここグロテスクなのは、私は魔除けとは言ってますけども、そうそう、魔除けでね、変な虫がつかないようにあえてグロテスクにしな形状をしてると言ってますが、でもこの粘膜はピンク色に戻してあげてくださいね。あのふんどしパンツ履けばどんどんピンク色に戻っていきます。生まれた時の赤ちゃんの柔らかくて艶やかで伸縮性があるというか、まあ、赤ちゃんじゃないんですけどね、あの赤ちゃんからどんどんあの大人になっていった時の状態ですね。あの性行為を始める頃、その頃あのまで密着パンツ履いてなかったら、ここは綺麗な色をしてます。そうですか、密着パンツまだ履いてる人、これの動画をご覧の方いないですよね。あのもうおすすめは桜姫ですので、桜姫とつぼみんの組み合わせでやっていただくといいですよ。でもあの桜姫買えないという方は、あのここ密着しないふんどしパンツに変えてあげてくださいね。でもね、あの先行投資すると豊かな状態が後からついてやってきますので、高いなと思っても自分への先行投資としてね、このオールシルクの桜姫ショーツ、表も裏も全部シルクの桜姫ショーツをご自分にねご奉納してあげてほしいですね。そうそう、あの大和の生活ラボ22日の夜9時から最初のキックオフズームミーティングをします。でそれまでにこれ申し込んだ人、 これじゃなくてヤマトの生活ラボ申し込んだ方にはこの桜姫ショーツをプレゼントいたします。あの私のリットリンクとかアメブロを開いていただきますと、その3ヶ月プラス1年コースの他に、あの11月29日の夜9時からズーム1回だけっていうのがあるんですね。あの2時間14分の教材の動画にプラス、あの1回だけのズームグループグルコンがあるっていうのがあって、そちらが税込みで3万3000円です。まずその1回動画見たら1回グループコンサルで私と会うだけでいいよっていう人は、まあ、それをご購入くださいませ。3ヶ月コースはちょっとあの9万9000円なんですけど、ちょっと手が出ませんって方は、まあ、3万3000円でもいいんですけど、それをご視聴、その教材をご視聴になって、そしてグループコンサルやって、やった後にあやっぱりこのままグループと個人のコンサル受けたいなと思う方は、あの編入のメニューもあります。ただトータルですとね、あの編入のメニューの方はその9万9000円から1万円を差し引くだけですので、どうせ全部 Zoom で3ヶ月受けたいっていう風だったら、まあ、最初から3ヶ月コースの方をお選びになった方がお得になります。あの3ヶ月コースもあの Zoom1 回だけの方も両方とも申し込んでお支払いが済むと、すぐ教材の動画2時間14分ある動画がのリンクが送られてきます。これはあの他の人にシェアしないでくださいね。あの自分ご自分一人だけで見てください。でそれをあのご覧になって、それからあのズーム22日の夜9時からのズームに参加していただきますといいと思います。まあ最悪それまで、ま、動画の視聴が間に合わなくても、まだその後
個人コンサルやグループコンサルが Zoom でありますので、ちょっと出だし遅れたと言っても大丈夫です。追いつけます。というわけで、もうこれ1時間ぐらいお話したかな。ぜひ皆さんヤマトの生活ラボに入って、みんなでヤマトのマグアイを広めていきましょう。広めるって言ってもね、やたらめったら相手を取り替え引っ換え広めていくっていう意味じゃなくて、本当に自分の信頼を受ける大切な人と深い味わいのマグアイをしてみてくださいね。そうするとですね、あなたの周りの方、例えばお子さんが大きくなった時によく良きマグアイができるようになります。それとかね、お父さんお母さんがまだね、ご健在でしたら、お父さんお母さんにもヤマトのマグアイっていいよって、木の氷のマグアイいいからお父さんお母さんもやってみるといいよって勧めたりとか、ご兄弟ね、お姉さんとか妹さんにも勧めたりとか、職場の人とね、そういう性的なお話する機会があったら、職場の人とするかな、職場の人とっていうね、なんか一泊社員旅行とかなんかの時にね、砕けて性の話まで盛り上がることもあるでしょうしね。とか飲み屋さん、行きつけの飲み屋さんでね、いろんな性のお話をしたりとか、そういう時に動かないセックスっていいよとか、でもそのためにはね、女性の体を整えてないとできないから、つぼみ使って、桜姫ショーツ使って、あ、もう一つ桜姫ジェルっていうのもね、ご紹介したいものがあるんです。よしよしよしと、膣が乾いてる方ですね、しばらくセルフプレジャーも何にもしてないで、そこ触るのが怖くってセルフプレジャーできませんという方もいらっしゃいます。それからずっとやってないから潤ってないって方もいらっしゃいますね。でそういう方、このつぼみをこの小陰唇に挟むときに痛いっていう方いらっしゃるんですね。そういう時は、乾燥されてる時はこの桜姫ジェルがいいですよ。この桜姫ジェルっていうのはですね、指にとって舐めれるんですけど、これがねまた甘いんですよ。甘くってダマスクローズやローズジャスミンやバニラとか、香りのいいものがいっぱい配合されているので、香りもいいし舐めると甘いんですね。でもって 100% 天然由来の素材ですから、舐めても安心、大丈夫なんです。これを手に取ってこの温膣様に内側の挟むところの粘膜に塗って、それからこのつぼみを挟むと違和感ないんですね。最初何にも塗らずに挟むと痛いという方もいらっしゃいます。乾いてるから、そういう方にはこうやってね、桜姫ジェルで潤いを足してあげてください。でこれはいいのはですね、セルフプレジャーの時にも役立ちます。セルフプレジャーの時にね、指にとって、それでこういう中に塗ったりとか、この膣の中に塗ってもいいんですよ。この中に塗ると、この中に塗るとふわーっとあったかくなるんです。ぽやーってほかーってあったかくなるので、頭が冷えてこの膣の中が冷えてて、セルフプレジャーなんかしにくい、なんかその気になかなかなれないという方でも、この桜姫ジェルでふわーっとあったかくなると、もうねすぐその気になれるんですね。あ、そうそう、この前ある方にお礼言われたんですけど、この桜姫ジェルを使うようになってからセルフプレジャーで中行きができるようになりましたってお礼を言われました。そうなんです、これを入れて、中入れると粘膜が温まってほかほかになって、もうその気持ちが高まるんですね。それで指を入れて指先の気だけで感じて中息の練習ができるようになるんです。
これ便利ですよ。それで2人でまぐ合う時もだんだん50過ぎると潤滑剤が自ら分泌される量が少なくなってくるんですね。まあ、要するにここが乾きがちになってくるので、乾いたところにパートナーの体をお迎えすると痛みがあるんですね。性交痛が出てくるんです。でそういう時にもこの桜姫ジェルをこのここの膣周り、膣口周りに塗ったりとか、あとお相手の体にここに挿入するものにまんべんなく塗ってあげると滑りが良くなって合体がしやすいです。そして塗りますとね、ほかーっとあったかくなるから、ちょっとね元気がない男性器も元気が出てきます。そんな風にいろんなね用途がいろいろですので、この桜姫ジェル一本持っておくといいですよ。便利です。いろんな場面で助かります。ただね、敏感肌の方は苦手な成分もあるかもしれないので、まずパッチテストじゃないけどちょっとし安全なところで試してから使ってくださいね。はい、そういうことでそろそろ1時間になりましたので、ぜひ皆様ヤマトの生活ラボでお待ちしております。22日までにお申し込みになると、これそうそう、ズーム1回だけコースじゃなくて3ヶ月プラスズーム1年コースですね。そちらを22日までにお申し込みされますと、このつぼみをつけずととっても効果倍増する桜姫ショーツ、オールシルクの桜姫ショーツを1枚プレゼントさせていただきます。そしてヤマトのマグアイゴールまで行きましょうね。3ヶ月みっちり指導させていただきますので 100% 達成を目指します。でもね、やっぱりパートナーが昭和の AV で育ってますと体が衰えてる方はいやできないとかね拒否することがありますが、これはですね、もうヤマトの幕合が世界標準になって自然と AV と同じぐらい自然と男性の耳に入っていくようになったら応じてくれるようになります。ちょっとね遠回しなので人海戦術じゃないですけど、より多くの方がヤマトの幕合をできるようになったら誰でもできるっていうことが、もう疲れてる時こそ栄養補給として充電としてやりたいと、やった方がいいっていうふうに社会常識になるようにしたいので、より多くの方にヤマトの幕開けをしてほしいですね。だからそういう方の達成した事例で頭の固い体力消耗するからもうセックスはできないという頭の固いおじさんたちに概念を変えてもらうことができると思います。一人一人が自分の最高の修復を得る間具合ができるように努力することが相手も幸せにするし、世の中のそういうことを知らない人たちにもいつか